はい、こんにちは。のぶや本店ののぶです。今日のテーマは、だからあなたの前髪は流れない、こういった内容でお届けしたいと思います。ちなみにですね、先に言っときますけど、セルフカット、つまり自分で上手に前髪を切る方法ではないです。まあ、もしかしたらね、そういったことにも役立つかもしれないですけど、どちらかというと理容師さん、美容師さんに向けての技術解説となりますが、そういったヘアサロンに髪を切りに行く一般の女性にも、おそらく結構役立つ情報なんじゃないかなと思います。前髪を流したいのに、なんか私の前髪流れないな、なんていう人は、これが原因ですよってことが分かると、かなり参考になるんじゃないかと思います。今日は実際にウィッグを使ってカットのシーンを見ていただきながら解説していこうと思いますので、必ず最後までじっくりとご覧ください。ということで、行ってみよう。では実際にこのウィッグを使ってカットをしていきます。一般的に美容師さんが一人前になるまでに、前髪カットとはこうですよと習う切り方、そしておそらくこれを見てる一般の女性も、確かに私もこんな風に切られてると思うような切り方だと思います。行ってみましょう。じゃあここからアフレコで解説します。もともと前髪がなかった人が作るケースもあれば、もともと前髪があって、その前髪エリアを切るっていうケースもあるんだけど、大方こんな風に、まずはね、前髪と前髪じゃない髪の毛を分けてクリップで留めて、三角形のベースを作る美容師さんが多いと思います。そしてそれだけで切る場合もあるんだけど、分量が多ければこうして2つに分けて、まっすぐ下に下ろして、いかに直線で切り揃えるかという感じで、何度も何度もチェックしながら、これをピシャーッとまっすぐにね、真横に切り揃えるなんてことをしている人、またはされている人多いんじゃないかと思うんだよね。ビシャッと真横に切ってます。そして上の毛を下ろして、一段目で切った髪の毛に合わせて、上から下ろした毛もピシッと真横に、これでもかと切っております。これするとどうなるかっていうと、まあこの時点でわかると思うんだけど、真横に切った髪っていうのは右にも左にも流れません。ちょっと一遍ドライしてみるからね。でドライしてからも、櫛で溶かしてもどちらにも流れない。じゃあこのすきばさみですいてみたらどうだと、毛先をちょんちょんとすいてみてますが、流れない。じゃあもうちょっと大胆にフリーハンドでいったろかと、それでも当然流れないと。もっといっちゃおうかと、薄くすりゃ流れんじゃねえかみたいなね。でも残念ながら流れないんです。でさらにこんな風に手で持って、もっと薄くしちゃおうかと、もうやけくそだみたいなね、どん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 すきばさみですいております。だいぶ毛先がな、厚みがなくなったんだけど、それでも右にも左にも流れないと。じゃあもうこうなったらね、アイロンで曲げてやるぜみたいな、内側にキュッと曲げて櫛で溶かしてみると、なんだか向かって左の方が上に上がっちゃうんだよね、切り口が。当たり前だよね、真横に切った毛を横にずらせば上がっちゃう。じゃあ仕方なくこの上がっちゃわない方、右側を曲げたらどうだと。そしたらなんとか、まあ無理くり流れてる手にはなるかなみたいな。じゃあこの前髪と横の毛をパックリと三角ベースで取った時のデメリットというのは、横の髪が多くなりすぎるということと、一つに結んだ時に前髪と前髪じゃない髪の毛の境目が剥げてるみたいになっちゃうよ、くっきり境目が出ちゃいますせと、これがデメリットでございます。では図で解説していきたいと思います。その前にまずは絶対的に知っておかなきゃいけないのは、髪の毛というのは短い方から長い方に向かって流れるという原理原則ね。なので前下がりのボブっていうのは、後ろが短くて前が長いから前に下がっていく。前上がりのスタイルっていうのは、前が短くて後ろが長いから
後ろに向かって流れていく。このことを思い出さなきゃいけないね。当然前髪もまっすぐに下ろして、まっすぐに切るということは動かなくするために切る技法だったりするわけね。流れなくする、そのためにまっすぐに切るというのをチョイスすべきなんです。では、右から左に流れるように前髪を切るとなると、切り口は右が短くて左が長くなるように、こう切れば髪の毛は、こっちが短くてだん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 、これがまあ一つの生え際だとしたときに、だん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 この距離が長くなっていく。だから毛先はこっちの方向に、こっち方向に向かって流れていく。その原理を使わなきゃダメなのね。じゃあ今日まっすぐ切った前髪、流したときにどうなっちゃうのかというと、落ちる位置を同じに切った場合、これが流れるとヒュイ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 、同じ距離のものが流れていくとね、流していった反対の方が上がっていっちゃうってことになるのね。だからまっすぐに切られた髪を無理くり流すとこの現象が起こります。48とか46の子たちはまっすぐに切られた前髪を流しているので、流し始めの方だけが曲がってて他がまっすぐなんていうスタイリングをしていることが多いです。これは芸能界の子とかモデルさんっていうのはその日によってアレンジを変えなきゃいけない、自分の役割によってパートを変えなきゃいけなかったりするので、まあこういったことも仕方ないのかなと思いますが、実際のお客さんの場合、流す前髪をリクエストされたのにまっすぐ切ってしまえば当然流れないし、その人自身はものすごく苦労することになる。流したいって言ったのに流れないっていう、がっかりさせることにもなる。そこを気をつけなければいけません。はい、いかがだったでしょうか。まあよくね、ある前髪を切るときにこう三角形にベースを取って真下に下ろして切る。この切り方を別に、ね、否定してるわけでも何でもないのね。ただしこれは流したくない人の切り方なんです。これが残念ながら現実です。なので流す前髪を作りたければまっすぐに切ってはそうなりませんよと、ただそれだけのお話ね。お任せと言われるとね、割と流すスタイルにすることが多いかな。というのもやっぱり伸びてきた時に鬱陶しさを感じにくいから。でもお客さんとのやり取りの中でね、そういったオーダーがあって俺がいいんじゃないのっていう判断した場合っていうのはまっすぐ切ることもあります。なのでまっすぐ切っちゃダメ、斜めに切らなきゃダメなんてことはなくって、流したいのであれば必ず斜めな切り口にしなければそうなりませんよといったお話です。俺なんかね、癖っ気だから勝手に流れちゃうんだけどね。なるほど、納得と感じていただけたら、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。ということで、また明日会いましょう。バイバーイ。